村田です。今日は身体能力を上げる練習の1と2を合わせた話をしていきたいなと思います。身体能力の呼吸1と2の型を合わせた話ってことですね。何の話だ1ではライオンがいいよっていう話をしたんです。見てない人はちょっとアニマルチャンネルかと思うよね。2では腰折れ3点倒立が本気出したら化けるよっていう話をしたんですね。でこの2つを合体するとこうなるんですよ。もう飛び箱だね。1で解説したジャンプしながら体を逆さにするっていうポイントと腰折れ3点倒立をバネにしてヘッドスプリングっていうのを合わせたわけですね。ここまで来るともう完全にアクロバットだよね。徐々にですね、頭を飛び箱につかないようにしていくと体操選手がやるような逆立ち回転に最終的にはなっていくので、そこまで目指したい人はね、徐々にレベルを上げるっていうのもよろしいんじゃないでしょうか。バイバイ。